はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく11時になろうとしてますね。11月の14日日曜日でございます。11月もとうとう半分ですね、明日で早昨日はですね、早稲田大学、やっぱり7号館でしたね。最初なんか本部に来いって言われて、はーいって言ったら7号館に案内されまして、7号館207というところでですね、1時間半3校4校5校というのをバチッとやってきましたいや、なかなかやってるとね面白いですけどね、はいさて、ザクザクでございましてですね、ザクザクですね、夕刊フジのサイトでございます。昨日出た記事でこういうのございますね。議員活動継続の木下都議、どう思いますかクエスチョン、辞めるべきだ 96%、 議員である前に人として失格、厳しい意見も、夕刊フジザクザク緊急アンケートというタイトルの記事でございます。ちょっと読んでいきましょうか。東京都議会の議会運営委員会は来週18日都議選中に無免許運転で人身事故を起こした木下富美子都議過去55を招いて直接見解を正す。これまで2度の議員辞職勧告を受けながら議員活動を継続すると宣言したためだ。こうした動きを受け、夕刊フジが公式サイトザクザクで緊急アンケートを行ったところ、直ちに自ら議員辞職すべきだ、都議会が除名処分にすべきだが計 96% となった。除名処分なんかできるんですか？いや、そういう制度があるんやったらいいんですけどね。もうそういう制度があるんであれば多分、そうなるんでしょうけど、それができないから今こうなってるわけですね。木下氏は政府議長が3回も召喚状を出し、やっと公に姿を見せたが、なぜ長期間議会を欠席したのかなど、説明責任が全く尽くされていない。自ら議員辞職すべきだとの考えは変わらない。議会運営委員会の小宮安里でしょうね。安里委員長、各自民党は12日の理事会後、夕刊フジにこう語った。理事会は木下氏に対し、18日午前に開催する議会運営委員会ですね。議運委に委員外議員として出席するよう要請し、主要5会派が10分ずつ公の場で一問一答形式で質疑を行うことを決めた。インターネット中継も行う。木下氏に直接議員辞職を迫る場面もありそうだと。木下氏は民間企業なら解雇もあり得る悪質な交通事故を起こしながら、それを公表せずに都議選で当選した。このまま居座り続ければ4年間の任期中に総額8000万近い報酬を手にする可能性があると。これ本人の給料だけですからね、8000万っていうのは。確か1人雇えるはずなんですよね。だからそれ入れれば1億以上なんちゃうかなと思います。あと、まあ、議員活動してないんでね、なんかね、経費使われるんですよ、地方議員って。政策なんたら調査費とかなんか、そんな名目で。それをお使いになるかどうかはわかりませんけれど。しかし、まあね、こんだけ、こんだけの逆風にあって、私やめへんねんって言ってるんですよ。もうすごいですね。それだけですごいやんというか、もうこの方とですね、某母君ですね、この二人はすごいわという感じがします。で、まあこの方はですね、小池さんの子分ということでして、まあまあね、似た者同士だったんちゃうのという気がします。最近そういやね、あのおばはん目立ちませんね。なんででしょうかね、よう分かりませんけども、この前入院したとか言ってましたね、小池さん。その後出てきたんでしょうかね。それとあとなんか疑惑もありますね、なんかね。まあそれはいいんですけど、
これ見てて思うのは、なんか菅さん惜しいことしたなという気がしますね。あの方が辞職を表明したのは8月の末でしたでしょう。で、まあいろいろあってですね、解散もできずにですね、辞職をしたんですけども、菅さん特に失政をしたわけではないんですよね。失政をしたわけでもないし、ご本人に疑惑が出てきたわけでもない。ただその説明が下手だったというまあそれが致命的やとは思いますけどね。私は説明が下手やったと。それでまあ菅おろしになってですね、総裁選で自分に票が集まらんという見込みになって、しゃあないしやめますっていうのやったわけでしょ。あれあとね、10日か20日粘ってたらね、コロナがシューッと消えてたでしょ。まあ今現在もね、昨日で200人ですか、シューッと消えてたわけじゃなくて、あれよあれよという間にですね、その菅さんでよかったやみたいなことになったんちゃうんかなと思うんですけどね。あと10日粘ってたら空気が変わったかもしれませんね。総裁選出ても、どうでしょうね。あのまま出たら、河野太郎ちゃん、岸田さんで出たでしょうね。高市は出なかったんちゃうんですかね。でそれやと、まあ、割とええ勝負になって、菅さんの目もあったんちゃう。二階派とか全部菅さんでしょ。だから菅さんの目もあった、十分にあったんちゃうんかなという気がしますけどね。まあ別に、菅さんと岸田さんを比べたら、見栄えは岸田さんの方が多少回しってなりますし、まあまあ、岸田さんの方が多少自分の言葉で喋ってる感じがしますね。まあその辺がマシかなという程度で。でも、何よりも面白くないですね、岸田さんって。岸田さんは面白ないし、菅さんは官僚に睨みを聞かせていましたけども、岸田さん全然、なんか財務省の言いなりになってるやんという感じですね。なんかこう、いろんな策を出してきますけども、給付金、なんかどれもこれも中途半端でケチ臭いですよね。もう今でこそケチ臭いとか言われてますね、ほんまにね。今から言われてますね、ほんまにね。この先なんかね、ゆーっとこの支持率が下がっていきそうな、今でもそんな47って言った。発足直後やのに5割超えてないわけでしょ。あかんやんっていう感じで、ね、ちょっとこの菅さんもこの木下さんを見だろうって、もう一粘りあったらね、違っていたかもしれません。で菅さんであればですね、もうちょっとド派手なバラマキをやったかもしれません。まあそれはイフという話なんで分かりませんけどね。しかしこの木下都議、今後どうなるんでしょうね、この方ね。本人続けると言って、多分議員の中では一人の味方もいないでしょうね。で辞職勧告決議っていうのを何回も何回もこれから出されるんちゃいますかね。それ反対できないでしょ。反対する理由ないですからね、他の議員さんも。ですんで、これはちょっと厳しいんでしょうけども、これで平常心でいられるという神経が、なかなかね、信じられないですけども、まあでもこういう方は中にはいますからね、世の中ね。そういう方のうちの一人なんでしょうね。うんと、あいつようやってんな、みたいな。すいません、なんか喉がね、いがらっぽいな。朝はね、こうなるんですね。昨日もね、やっててね、なんかこう、昨日は鼻が出て、途中で一回鼻かましていただきましたけど、皆さんの前で噛むのはね、ちょっとね、あれですけども、話ができなくなるんでね、噛ませていただきましたけど。はい、ということでございまして、前代未聞無免許&人身事故の都議会議員という、なんかもうそれシリーズができてるやんというところですけども、これ貼ってみましょうか。2ページ目があったな。都議会によると、木下氏の問題発覚後4000件以上の苦情や電話やメールが寄せられている。すごいな。これすごいですね。富士緊急アンケート。
東京都議会中に無免許運転で当て逃げの人身事故を起こした木下富美子都議が再選後初めて公の場に見せ姿を見せ都議の続投を宣言しました。皆さんはどうお考えになりますか。直ちに自ら議員辞職すべきだ 60.1%、 辞職しなくていい 1.4%、 都議会が除名処分にすべきだ 36.2%、来年夏以後リコールが成立した場合に辞職すればいい。リコールという制度もあるんですかね。まあそういう結果が出ています。この1ページ目を一応貼ってみますんで、私今どうでしょうね、7割ぐらい読んだんですけど、全部読みたいという方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございました。